お疲れ様です、ゴリさん。あれ？今日はどこ行ってるんですか？なんか見慣れない景色。ここどこですか？やっと来ましたわ、和歌山。あれ？ゴリさん、ちゃんと説明しないと。ここはかっこいいルアーや釣り具、アパレルを展開する釣り業界では超有名なメーカーさん、ガンクラフトさんの本社ですよ。やっと着いた。このとってもおしゃれなガンクラフトさんの本社、今日ゴリさんが来たのはガンクラフトさんの社長さんにとってもとっても大切なお願いをするため。そしてなんとなんと、ガンクラフトさんからとっても素敵なプレゼントまでもらっちゃいました。さあゴリさん、交渉頑張って。だぜ、こっちだ。社長、お久しぶりです。あら、どうしたんですか。どうぞ。いやで、はいはいはい、今度レイアウトコンテストをやることになりましたですね。コンテスト、はい、レイアウト。そうです、来年 JEX はアクアリウムのレイアウトコンテストをすることになったんですね、ゴリさん。そこで社長にお願いなんですけども、はいはい、審査員をお願いしたいなぁなんて、うん、あ、いいですか、ここで。あ、いいですか、ここで。よかったね、ゴリさん。この後、ゴリさんからガーリウムレイアウトコンテストの詳しい内容を社長さんに説明しました。さあ、社長さんの反応は？楽しそうですね、これ。釣り人の人はね、結構このアクアリウム大好きで、魚ね、はい、好きなんで。魚大好きですよね、はい、これはちょっと嬉しいですね、僕としては。もう楽しみですね。今回ね、お礼と言ってはなんですけども、うん、ちょっと水槽をプレゼント。大好きですよね、はい、はい、させていただきます。すごいの持ってくれたんでしょ。はい、まあそこにちょっとサインしていただければですね。持ってきただけで、すごいサインする。で、まあ、おっしゃると思いましたので、まあ、2台準備しましたので、あ、2台も1台はちょっとここで展示していただければなんて考えてますので。あ、2台くれるかと。いや、その1台は、はい、まあ、僕がサインさせていただいて、はい、それを視聴者さんにプレゼントするということですね。はい、分かりました。あれですね、水槽だけだったらあれなんで、はい、水槽だけというか水槽と、まあ、ここはね、やっぱりルアーなんで。ですよね。でしょ。まあ、今回ですね、いるんちゃうんですか。水槽に何か一つでしょ、ルアーをつけていただけたらなんてね、はい、おねだりしちゃってよろしいですか、これ。ナイス。やりましょうか。やっぱりね、ガンクラフトといえば、まあ、ビッグウェイトって大きなルアーなんです。はいはい。そのジョイントテッドクローというのがあるんで、それをね、この水槽と一緒にこうプレゼントしていただけたらいいかなと。ちょうどたまたま僕今日今ねとこう発音チェックをしてたんで、はいはい、これです。お、これ一番新しいやつですね。そう、新しいです。これもともとこういうのジョインテッドクローというもともと18年ぐらい売ってるんですよ、はいはい、それの進化版っていう。進化版。新しいのが、まあほやほやですね。今年出たばっかりです。これ欲しかったですよね。これを一つプレゼントにつけていただければ。なるほど。はい。かっこいい水槽にかっこいいわ。ありがとうございます。どうぞ。はい、ゴリさんの部分ないですよ。あ、もう釣りたかったな、これで。知ってます、これ知ってます。いや、もうこれ持ってですね。持ってですね。でしたこれ、この水槽です。この水槽ですね。あ、来た。よし。これです。これをちょっとプレゼント。すごい高級そうな
これオールインワンなんですね。オールインワンです。もうヒーターだけ入れてもらえればって感じですね。で社長、こちらの方にカスタマイズしていただければ。時間あったらね、もっとやりたいですとりあえずあの今日ステッカーをね買いたいかなと思って、はい、持ってきます。これいらんだ、ちょっと嫌やな。これ何にします、これ。おお、いい感じですね。お、いい感じじゃないですか。かっこいい。閉まりましたよ。ねえ、閉まりましたね。ねえ、閉まった。ね、これサインもしておきましょうか。はい、OK です。できました。はい、あの今回ちょっとシフトの、ちょいちょいシフトの特注から、はい、あやぎぬかったんで、これをプレゼントしましょうか。ありがとうございます。これはもう世界で1個。1個のカラーです。なるほど。誰も持ってないわけですね、じゃあ。普通に市販されてない。特注カラーですね。特注カラー。これをプレゼントします。はい、シルバー黒でいい。色的にも。色的にですね。うん、白黒でもいいんですけど、ね。白黒、ね。ね、こういうところ。はい。ありがとうございます。実際にしたんで、これ。こういうところに。ね。しかも世界に1個と。1個と。世界に1個のカラーです。いや、いや、よかった。出来上がりました。ガンクラフトオリジナルサイン入りアクアユーワイド、そして世界にたった一つしかないサイン入りジョインテッドクロー。プレゼント応募方法は番組の後半で。釣り業界から見たアクア業界、はい、でアクア業界から見た釣り業界ということですね。うん、まあ、僕が思うには、まあまあ、あの釣り業界とアクアリウムというのも魚でつながってる、はいはい、で釣りは外で楽しむ、はい、帰ってきてから魚と楽しもうと思うと、まあまあ水槽かなと、はい、アクアリウムかなと、もう どちらもそうですよ ね、 そうですね。魚好きという共通点があるの。そうなんですよ。水槽も好き、水槽というか、まあアクアリウムですね、はい、育てるも好きだしっていう、まあずっと魚を見てみたい、見ときたいっていう人は魚が好きなんですね。そうね、両方ともね。であとね、僕思うのよね、魚を飼ってるとね、魚の動きっていうのがね、釣りにちょっとこう使えるかな。なるほど。まあ逆にあのルアーの、ね、開発とかも その辺から取り入れたいだから、この色合いを見たりとかね、はいはい、色合いを見ながらあのカラーを塗ったりとか、うんうん、魚横から見れるってこう水槽だけじゃないですか、はいはい、その時にこう横から見ながら、このカラーをこう乗せればこの色出るかなとかね。あ、そういうのでもカラーの参考にもなってるんですね。参考にもなる。あと、まあ水温が下がったら、あ、魚の動き悪いなとか、はい、水が悪くなると魚の餌が食いが悪いな、はい、まあ、そういうのを見ながらちょっとこう共通する点もめっちゃあるんで。釣り業界っていろんなこう、うん、スターの、うん、有名な方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。いろんな釣りのジャンルに行ってますから、はいはい、まあ、社長もその一人ということで。ありがとうございます、はい、なんか花輪ですね。花輪ですよ。見えちゃうんです。どうしてもね、外から見ると見えてしまうっていう。女性のこと多いじゃないですか、はいはい、すごいなと思って。釣り業界も今増えてきてるんですね。釣りガールとか。釣りガールなんですね。だからなんかいろんなショップさんに行くと、はい、洋服もね、あの女性用があるじゃないですか、売ってたりとか。前はね、あの男性用ばっかりだったんですけど、最近ではその釣りもこうアクアリウムも、まあ、女性の方が非常に多くなったんじゃないかなと最近思うんですよね。結構増えてますね。ガンクラフト、ジェフックスがこれから目指すところ、はいはい、ガンクラフトさんがこれから目指すところは、目指すというか、はい、ずっとこれ思ってるんですけど、
釣りを通じて、まあ、自然の大切さとか生き物の大切さとか、ね、そういうのをね学んでもらったらいいんじゃないかなと。あ、大切、命の大切さですね。で、僕は子供の時からこう釣りもするけど、それを釣ってきた魚をこう買ったりとかしながら、はいはい、あ、生き物ってこういう感じで死んでしまうの寂しいなとか思ってたんですよ。うん、こうすれば元気に帰るのかなとか、はい、そうですね、そういうのがね、まあ、結構学べたと思うんですよ。釣りとこう魚を買うっていう、結構小さいお子さんあたりにね、はい、そういうのをやっぱ教えていくと、はい、うん、そこをね分かっていただけたらいいんじゃないかなと。尊い命のね、大切さっていうのを、自然の大切さっていう、命の大切さっていうのをう、ね、こう釣りとアクアリウムでこうね、学んでもらえたらいいかなと、はいはい、そこがちょっと目指すものですね。なるほどですね。どうなんですか、どうなんですか。アクアリウム、はいはい、アクアリウムをする人をもっとやっぱ増やしていきたいと、うん、もっと増やしていきたい、まあ、もちろん釣り業もそうですけどね。そうですね、はい、趣味としてやっぱ楽しんでいただければなと思ってますんで、はい、まあ、今回ちょっと審査員もお願いした、うん、はいはい、通りやっぱああいう活動も必要かなと思いました、ね、はいはい、まあ、いろんなジャンルの人がね、はい、アクアリウムしてますから、はい、その審査の中でちょっと選んでいただけたらちょっとすごく嬉しいです、ね、本当に恐縮ですが、もう目指すはファンを増やすということで、はい、はい、なんか僕締めてません？え？向こうにはまあアクアリウムもこうどんどん進化していって、まあ、手軽にこう進めれると、ね、で釣りもそうなんですよ ね道具がどんどんこう良くなっていって、まあ、簡単に釣りできる、で、まあ、釣り場も増えてくるっていう、だから、まあ、手軽に両方ともなったんじゃないかなと。うん、今日は本当ありがとうございました。この中プレゼントいっぱいいただきましたですね、はい、これをで皆さんにプレゼント、うん、はい、ということで、でキーワードですね、キーワードこのキーワードを書いていただいたら当たるかもしれませんというキーワードですね。キーワードの応募はどちらでされるんですか。こちらではい、でキーワードを書いてこのこちらへ応募していただければ、はい、このプレゼントプレゼントは当たります。じゃあキーワード何にしましょう。はい、やっぱりね、アクアリウムと釣りっていうのをメインに、アクアリウムと釣りという書いていただいて、はい、送っていただければと思いますので、こちらにこちらに当選された1名の子さん、1名の方、はい、1名の方にこれとセット、これは世界で1つしかないルアーのアヤギのカラーです、はい、セット1名です。応募よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。